1944年のビルマ航路とレド航路。メディアを再生する中華民国の生命線の再開通。1942年から1943年時点での連合軍の東南アジア戦域での連絡線。レド航路は右端。レド航路とビルマ航路。それぞれ同盟相手の国旗をジープに立てるアメリカ軍と中国軍の兵士。 再開後最初の輸送車列が、ほぼ3年ぶりに、レッド航路を通過して、中国国境を越える、直前の光景。レッド航路とは、インドのアッサム州レッドから、中華民国の雲南省、昆明までを結ぶ道路である。第二次世界大戦中に、アメリカやイギリスが、中華民国に、軍需物資を送る炎症ルートの一つとして、1942年に、 日本軍に遮断されたビルマ航路と変えるため建設した。ビルマのカチン州、シンブイアント、ミッチーナー、バーモを通過する。1945年初頭に、紹介席の提案で、ジョセフ・スティルウェルにちなみ、スティルウェル航路と改名された。19世紀、イギリスの鉄道事業者は、インド東部アルナーチャル・プラデーシュ州のナムポンから、中面国境。 パトカイ山脈の標高1136メートルのパンソウ峠を越える路線を調査していた。調査結果はビルマまで抜けてフーコン渓谷へと降りることが可能というものだった。その計画は取り下げられたもののイギリスはパトカイ山脈を抜けてアッサムとビルマ北部を結ぶ経路に見通しを持った。イギリスの技術者たちは最初の80マイルの調査を終えた。 太平洋戦争が勃発し、イギリス勢力が日本軍によってビルマからの撤退に追い込まれると、パトカイ山脈を通る道路の建設はアメリカにとって重要度を増した。炎症物資の陸要行であるラングーンが日本に占領された後、レドコーロが開通するまで、中華民国への物資輸送は、ハンプ越えとして知られるヒマラヤ山脈の東端を越える空路に頼るしか。 亡くなったためである。アメリカ製の軍用トラック軍は、山肌に沿って曲がりながら、ビルマまで開かれた、レド航路を行く。1942年12月1日、イギリスの極東戦線総司令官、アーチボルド・ウェーベル将軍は、アメリカのジョセフ・スティルウェル将軍の北部、戦域司令部による、レド航路建設案を許可した。レド航路は、 炎症ルートの主力に予定され、スティルウェルの指揮下で、鉄道端末のアッサム州レドから、ビルマ航路との合流点である、モンユまでを建設することになった。モンユから先は、中国側の最前線である、町につながり、中国領内の混迷が、物資の引き渡し場所と定められた。スティルウェルの爆量は、レド航路によって半プ超えを遥かに上回る毎月6万5000トンの、 物資輸送が可能になると見込んでいた。一方、ハンプ声を担当しているアメリカ第14空軍のクレアリーイシェンノート将軍は、スティルウェルの見積もりは楽観的すぎると主張し、密林地帯に建設した道路で近代的な空輸と同量を運べるか疑問視していた。建設工事には一万五千人のアメリカ陸軍兵士と三万五千人の現地人、労働者が投入され、 現地人労働者への報酬総額は1億5000万ドルに上った。工事中のアメリカ軍兵士の死者は1100人で、もっと多くの現地人が犠牲となった。ビルマの大半は、日本軍勢力下であったため、地形や地質、河川の特質など工事に必要な地理的情報は、事前に満足に得られなかった。スティルウェルは、公平のケニであるレーモンド・ウィーラー少将を、 指揮官として、援助部を創設し、レド航路建設を担当させた。ウィーラー少将は、ジョン・シー・アロー・スミス大佐を、現場責任者とした。アロー・スミス大佐は、後に、優れた、公平主官のルイスピック大佐と交代する。工事は、1942年12月に、レドから新アンまでの最初の103マイルの区間で、始まった。 レドまでの細く険しい道に続く形で建設された道路はパトカイ山脈をパンソ層峠で越える難所を含み、このパンソ層峠は地獄峠とあだなされた。時に標高は1400メートルを超え、1キロメートルごとに1800立方メートルもの土砂を搬出しなければならなかった。急勾配に急カーブ、落差60メートルもの絶壁。 周囲を囲む薄そうとした熱帯雨林が最初の区間では当たり前であった。1943年12月27日、最初のブルドーザーが新 VA に到達した。予定よりも3日早い到達であった。最初の区間の開通により、連合軍はビルマ北部の前線へ豊富な物資を供給できるようになった。ビルマ北部では日本の第18師団が カマイン、モガウン及び、ミッチーナー付近に主力を展開しており、フーコン作戦にかかる戦闘が行われていた。この地域の連合軍は、アメリカ軍が要請した中国国民党軍の、雲南遠征軍が主力で、それまでは、パトカイ山脈越えの空輸に平坦を依存していた。連合軍は、ミートキーナの戦いやヘシャゲモウ、統越の戦いなどにより、 日本軍勢力圏を南へと交代させることに成功し、レド航路の延長が可能となった。新部屋から、先の区間は、日本軍の建設した簡易道路を拡張する形で作業が行われ、工事は容易であった。また、道路に沿って直径10センチメートルのパイプライン2本が付設され、輸送車列への燃料給油に使えるようになった。新部屋から、 先の区間は、バラズップから、ミッチーナーを経て、バーモに伸びた。バーモからは、旧ビルマ航路の支線に入り、レドから約 700km のナムカムを経由、レドから 748km 地点のモンユ、合流点で、ビルマ航路への接続を完了した。レドから、モンユまでの間、渡った河川の数は主要なものだけで10個、小河川は155個に上り、 平均すると 4.5km に1機の佳橋を用したことになる。文優からは、右折すれば、日本軍占領地内を 160km 南下して、ラシオに至り、左折して 100km 行けば、中国国境のすぐ北にある、町に着くはずである。しかし、1944年後半の時点では、中国まで未開通で、代わりに新英輸送機で増強された。 ハンプ越えが多くの物資を運んでいた。1944年後半、スティルウェルがレド航路建設を任されてから約2年を経て、フーコン渓谷のミッチーナー付近では、モンスーン被害からの復旧工事が続いていたものの、ビルマ航路への接続は一応終わった。このアッサムからコンメイまでの自動車道路の総延長は 1736km に及んだ。 1945年1月12日、113両から、なる、最初の輸送車列が、ピック将軍に引きられて、レドー、出発、2月4日に、昆明に到着した。開通後の半年間で、12万9000トンの物資が、トラックにより、インドから中国へ運ばれた。また、輸送に使われた、トラック2万6000台も、そのまま、中国側に引き渡されている。 シェンノート将軍が予想した通り、レッド航路を使った月間輸送量はハンプ超えによる空輸量を一度も上回ることがなかった。終戦直前の1945年7月には7万千トンがハンプ超えで空輸されたのに対し、レッド航路での陸上輸送は6千トンにとどまった。終戦までの輸送送量は、 ハンプ越えの65万トンに対し、レド航路は14万7千トンに終わっている。レド航路の本格運用以前に、ビルマ以外での作戦で、対日戦は終局への道筋がついていた。レド航路に設けられたレドを起点とするマイルド表は、次の通りである。東南アジア戦域連合軍司令部の総司令官で、ある、イギリス軍のルイスマウントバッテン大将が、飛行機に乗って、 フーコン渓谷上空を飛行中、眼下を流れる川の名前を部下に尋ねたことがある。部下のアメリカ軍人の答えは、あれは川ではありません。レドコ路ロであります。というものだった。建設開始時の投入部隊は以下の通りであった1943年中に以下の部隊が加わった。1944年7月には第879空挺公兵大隊が、 ミッチーナーに到着している。1944年12月下旬まで、平坦施設の整備工事は続いた。1945年1月時点では、上記のアフリカ系アメリカ人編成の航空工兵大隊のうち4個が、3個の白人大隊と共に拡張工事を続けていた。アフリカ系アメリカ人部隊の一つは、 中国領内に進出して道路拡張工事に従事している。イギリスの首相ウィンストン・チャーチルは巨大で非常に労力を要し必要な時までに完成しない事業だと見ていた。チャーチルは会場からビルマ南部を経由してスマトラ島やシンガポール奪還へ進む反抗経路を希望しておりレド航路建設のためにビルマ北部へ戦力を割くことを嫌っていた。 中国への援助の必要性には同意していたものの、レド航路が使用できた場合の中国軍の戦力、向上はわずかと予想し、また、太平洋方面からの反抗で飛行場が確保、できれば、中国の日本本土爆撃拠点としての価値も低下すると考えていたからである。イギリス陸軍第14軍を率いて、ビルまで戦ったウィリアムスリム元帥は、回顧録に次のように記している。 この道路を作れるという点については私も、スティルウェルと同意見だった。適正な装備と優れた指揮があり、彼のレード部隊のように十分な数的優位があれば、中国軍は日本軍を打ち破れるはずだと私は考えていた。建設作業については何の疑問もなかった。我が軍は同じくらい困難な場所に、アメリカ軍よりずっと少ない機材で道路を作ってきた実績があった。 部下のイギリス軍工兵隊は最初の80マイル1 3 0トルについて経路を調査した結果十分に自信を持っていた。我が軍にはすでに中部戦線において同様に粗末な連絡線を保守している素晴らしい労働部隊があった。ここまではスティルウェルと私の意見が完全に一致していたが私が同意できない点が2つあった。 この道路に戦争に勝つ上で圧倒的な価値があるのかどうか、そしていずれにせよ場所が間違っているのではないかという点である。編成もまだの新編中国軍を使ってアジア大陸を進むよりも太平洋方面で島から島へと飛んでいくアメリカ軍の上陸作戦の方がずっと早く成果を出すはずだと私は確信していた。またいずれにせよ。 この道路が大きな効果を発揮するには、物資を送る鉄道の出発点は、カルカッタではなく、ラングーンにすべきである。ウィリアムス・リムビルマの戦い終結後、レド航路の補修は行われず、次第に崩壊していった。レドからミッチーナーまでを自動車が通行した記録は、1955年に、ロンドン・シンガポール間を陸路で踏破した。 オックスフォード・ケンブリッジ局等遠征による往復が最後である。この探検業についての著作、ティムス・レッサー、ファースト・オーバーランドによれば、パンソー峠とシンブイオンの間で、複数の橋が崩落していたという。この地域への旅行は、アッサム州の分離独立闘争やインドの国境紛争の影響もあって、長年にわたって妨げられてきた。インド政府は、 1962年から1990年代半ばまでミャンマーに拠点を置く反政府ゲリラの越境侵入対策などのため対ミャンマー国境を封鎖していたその後インドとミャンマーの関係改善が進みパンソー峠付近のナウンヤン湖までツアーが可能となっている最近のレド航路通貨の試みは結果が分かれているインドのンポンと パンソー村の間は四輪駆動車であれば通行可能である。ミャンマー側のルートも通行可能な状態と報告されている。成功例として、ドノバンウェブスターは2001年に新、v、アンまで自動車で踏破した。2005年中頃には、イギリスのビルマ戦線従軍者による占有会であるビルマスターアソシエーションの会員らが、 政治的に良好な関係にある旅行エージェントを介して改装旅行に招待され新ブイアンまで行っている。なお、これらの近年のレド航路通行者たちはミャンマー軍事政権に関する人権問題については何らコメントしていない。インドミャンマー国境は周辺で反政府勢力の活動が続き、インドのアッサムライフル部隊と ミャンマー軍がそれぞれ駐屯しているものの、現地民に対しては事実上解放されている。パンソー村に住むミャンマー人は自由気ままにインド領内の南本まで交易にやってきている。他方、現地人の国境往来と異なって外国人の場合に対しては、双方から厳重な監視体制が敷かれ、国境通過が公式には禁止されている。 無許可で通過しようとすれば、関係に拘束されたり、場合によっては、反政府勢力などとのトラブルに巻き込まれる恐れもある。近年、ミャンマー政府は、現在のラシオイコール、混迷道に変わるルートとして、レド航路の再建に着目している。ミャンマーを支援する中国政府は、2007年に、ミッチーナーと、 完売地の間の整備を終え、ミッチーナーからタナイまでの区間もヤンゴンに拠点を置く、ユザナ社の手によって工事が進められている。しかし、インド政府は、対ミャンマー国境地帯で活動する、反政府武装勢力に利用されるのではないかと、恐れている。ありがとうございます。